オーテピアでは高知未来科学館が来月12日まで休館に。図書館は開館していますが、利用は2時間以内を呼びかけています。しかし多くの学生が自習などで利用する学習室やグループ室は利用できません。受験勉強、家じゃ勉強できないんで朝早くから並んで辛いですけど仕方ないんで頑張ってます。